パラディオス、よく見ると鎧を着たネオス、竜です。さあ本日なんですが、武人デッキ皆さん強化されたのご存知ですか？これね、これパラディオスっていう貴公子パラディオスっていうモンスターいるんですけど、これこの間もワームデッキでね、18金デッキでやりましたけど、これ強いじゃないですか。これ光属性レベル4モンスターかける2で作れるんで、しかも相手のモンスターの打点を0にして攻撃力0にして効果無効にできるっていう効果と、破壊されたワンドローできるっていう効果ついてると強いじゃないですか。でこれ光属性レベル4モンスターのデッキだったら何でも出るんですよ。で強いデッキは別にやんなくてもいいかなと思ってて、例えばテラナイトとか、あんまりそのなんだろう、もともと強いデッキって別にな強化しとか言わなくてもいいと思うんですけど、武人とかワームって、そこまで環境には刺さってないんですけど、こいつが来たことによってある程度ね突破力が出るんですよ。今日はねこれね、武人っていう、こういうデッキ、これ光属性なんですけども、こいつら使ってこれ出したりとか、こういうの出したりとかしていく、そういうデッキに、してきましたと。武人ってね、脱線しますけど、これ実は GX のキャラクターを模していましてですね、キャラクターが結構いいテーマなんですよ。かっこよくて。これが10代くんですね。頭的にどう？これ、10代くん見えるでしょ？10代くん。で、これがアスカ。これ。これアスカ。モデルはね。で、ちょっと、カテゴリーカードないとダメだ。こいつとか、これとか、これ万丈目くんなんですよ。こんな感じで、実は GX のキャラクターを模したデザインになっているっていうね。はい。これは誰か知らんけど。わかんないけど、ちょっとね、テーマ的には、割と僕は好きなテーマで、で、しかもこいつらってすごい脳筋なんですよ。幅蹴りとか、本当はね、オネスとかも使えるんだけど、幅蹴りとかを使って、打点を上げて、もしくは爪替えとか使って打点を上げて、戦闘で突破していくと。基本的にはモンスターを。で、オッキツとかで、防御札として使いながら、ヘツカとかで対象体制を付与して、武人降臨でね、展開して戦っていくみたいな、そんな感じの出来だったんですね。で、武人降臨が結構ね、これ、ね、オキツと相性が良くて、これ、オキツが一応防御なんですけども、墓地から、こいつを除外しながら手札から武人モンスターを捨てると、そのターン、ダメージがゼロになるんですよ。すべてのダメージが。だから、これをね、うまいこと使っていくと、ディスティニードロー圏内になって、コンボパーツをね、引いてこれたりするんで、一応、そういう構築にしてます。で、コスミックサイクロンもね、ディスティニードローと結構相性がいいので、ぶち込んでいくと。で、エクシーズモンスターはね、あんまり全部説明すると時間なくなっちゃうんだけど、スサノオ。これがやっぱり武人の中で一番強いかな。レベル4武人 ×2 でできて、で、全部のモンスターに1回ずつ攻撃できるっていうのがプルガトリオみたいな効果と、一旦に一度、武人をサーチできるっていう効果。そうやってサーチするか墓地を送るっていう効果があるんで、つむがり墓地を送ったりとか、はばきで持ってきたりとか、ヤマト持ってきたりとか、オキス持ってきたりとか、いろいろできるということですね。で、こいつは、手札を捨てると2ドローできるんで、1枚しか手札ない時にこれ出すと結構アドです。はい。しかも、手札捨てれるんで、手札引いてしまったヘッツカとか捨てれるしね。はい。で、あとは、汎用のエクシーズモンスターみたいな、こんな感じのデッキだったんですね。一応3体、昼目あるんで、結構3体並ぶことはそこそこあるんですよ。なんで、3体エクシーズもそこそこ入れてるって感じですね。デルタテロスとかよりは、なんかね、一応戦闘とかだと突破できるんで、なんかね、全部破壊できた方が強いかなと思って、サンダースパークドラゴン入れてみました。出したことは、ありません。というわけで早速、強化された武人やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあファイキングゴッド武人デッキをね、使っていきたいと思いますが、ヤマト君来たか。これ皆さん知ってますか、武人ってね、あれなんですよ、 GX のキャラクターのをモデルにしてるんですよ。ヤマトはね、10代君だし、なんかあの青いやつは、万丈目くんだし、あと昼目はアスカらしいみたいな感じでね、そういうね、ちょっと裏話があります。さあサンダードラゴン、サンダードラゴンは結構きついシンプルにきついけど、おきつあれば死なないと思う。さすがにでもおきつあれば死なない。 DD クローは別。さあライチョウ効果、トレミス来るかな。あ、トレミス来ない。なるほど。エクシーズはしない選択肢ということですね。これは結構強いね。とりあえず、ヤマト召喚。これ殴っても、ほっといてもいいけど、でも一応殴ってもいいか。100ダメージだけ入れとくか。幅切りはいいや。幅切りはいいわ。で、雷電回収しますかね。はいはいはい。OK。
で来店回収していく。レビオニアが来ると結構やばいんですけど、おきつ落としとけば死なないんで、おきつ落としとく説が濃厚ですね、俺は。で、ヤマト効果、おきつ持ってきて、おきつを落としとくと。これで死にません、ほぼ。OK、ビーディクローはないと。おきつの効果なんですけども、このモンスターを墓地から除外して手札から無人を捨てると、そのターン全部のダメージがゼロになります。そいつは別にか。10あんま困んないもんな。10あんまり困んないし別にか。109はちょっと一応めんどくさいけど、まあそれはいいですよ。でライトロードアサシンライデンはいいです。了解しました。で鳥が落ちていく。でレビオニアも別にいいですよ。レビオニアもそんなに困りません。ヤマト君死んでもいいや、別に。無人降臨あるしね。次のターン無人降臨できるんで、一応除外ゾーンと墓地から無人を特殊召喚できるよっていうカードなんですよ。で獣族重戦士族長獣族だっけ、のなんかあのエクシーズにしか使えないみたいな、そういうまあ効果はあるんだが、まあ、言うてなかなか強力な、効果を持っている魔法カードを握っているんで、まあ多分これ盤面崩壊しても全然立て直せる。で狡猾の落とし穴はどっかで打ちたいね。どっかで打ちたい。どうせレビューには飛んでくるんだったら。さあ、不動優勢選手考えております。レベルコピーサンドラ、初心者でしょうか。おきつは結構辛いから、もう展開して殴るしかないと思うけどね。言うて。あなた、おきつがあるってことは、俺のこのターンでは死なないってことなんですよ。簡単に言うと。なんで、もうなんかそのまま殴るもありますよ、これね。そのまんまなんか、ヤマトまで殴るみたいな、それはないか。でもヤマトは処理した方がいいな。ヤマトは多分処理した方がいいわ。あなた、さあどうする。で、ライデンリューサンドドラゴンのコピーするのね。へえ、なるほど。シンクロ支援かな。ああ、それね。なんかちょっと回し方若干下手くそな気がしますけど、まあ、とりあえずそいつはじゃあ出てきたらいいよ。雷獣竜効果、出てくるモンスターが何か、雷電流 OK で、破壊されるのちょっと尺なんで、ここで打っちゃってもいいかな。中断開始されるのはちょっとそれはそれでめんどくさい気するんで、ここでこうして、でドラッグバミヨンと雷電流を破壊する。で雷電流の効果発動してないんですよね、まだね。なんで多分サーチ入りますね。まあ多分雷豪流かなんかでしょう。さあ雷豪流サーチしたのは別にいいです、全然問題ございません。さあどうするんでしょうか。雷豪流出てきて、鳥除外からのなんか除外からの雷豪流ね。はいはいはい、全然いいです。問題はございません、全く問題はございませんと。幅切りもあるんで、戦闘するんだったら返り討ちですよ、逆にね。でレベルコピーも使っちゃったんで、多分レベル合わせるのむずいんじゃない。レビューに出してくんのかな。はい、なんか一番めんどくさいのはあれだな、あのレビオニアの闇闇除外の、あ、それは全然いいわ、それは全然いいわ。殴られてどっちにしてもなんだよな、どっちにしても、1体しょられちゃうから、どっちかで幅切り使ってもダメだから、これぶん殴られていいや別に。で大きさ使っていいか。ディスティードロー入れるか、なんならこれ殴ってくんのかな。殴っては来ないか、さすがに殴っては来ないですよね、まさか。あ、殴ってくるんだ。え、これ弾ないよね、よかった。弾あると死ぬんだけど。で、じゃあこのタイミングでオフ使っちゃっていいかなと思うんですけど、そうだよね、これな、まあ無人降臨から出せないから、まあでもとりあえずオフ使ってヘツか落としといて、これクリボーあるかな、スキル発動。これ何引いてきたら勝てんだ。無人降臨で2体呼んできてエクシーズするから、ちょっと考えるわ。フリーボールあったら嫌だけど、嫌だと思ってきてもう解決できないな。展開するんだったら姫なんだよな。ヒルメ持ってきて、分かったわ、これなんか分かったぞ。無人降臨でスサンを出して、でヒルメと幅切りでパラディオス出して、で幅切り持ってきといて4800パンチなんじゃない。
これちょっとクリボール持ってたらマジ裏目なんですけど、これ決まったらめっちゃかっこいいんで、いきましょう。オッケーでしょ。でこれは出せるの多分あいつしかないんだ。下手だもんな。だからスサノオしかないから、まあ、スサノオ出すじゃん。これクリボールあるかな。クリボールなかったらマジ神ゲー起きるんだけどな。ヤマトとオキツでスサノオで、スサノオ効果発動をオーバーレイユニットを一つ使って幅切り持ってくればいいのか。だから幅切り持ってなんでもいいか。幅切り持って、まあ、幅切りじゃなくてもよかったか、まあいいや。で切れ目特殊するでしょ。65分やばい時間ない。で幅切り召喚でパラディオス行く。これクリボールなかったら勝ちなんですよね。自分ダメージ計算いいっすかっていう話を。パラディオス効果発動、オーバーレインユニットを2つ使い、相手のフィールドのモンスターの効果を無効にし打点をゼロにするぜ。頼む、来た、幅切り効果くたばれー。パラディオス、スサノオワンキル、魂したー。さあ、お相手の方木馬くんなんだろうな。木馬くん、アワヨだろうな。アバヨ、まあアワヨなんでもあるんだよな。セプスロ、打天使、サンダードラゴン、セプター、まあ打天使っぽいな。セプター、はい、いいでしょう。まあ狡猾な落とし穴あるんで、まあ多分セプスローは回避できそうだね。一応まず起きて死んでもいいけど、まあいいや。セプスローはさすがにちょっと回避したい。清掃持ってますかって話を。はいはい。でスローネ特殊召喚に成功したところで狡猾と、ここで打っていいか。だから狡猾な落とし穴の効果発動、ほい。さあスローネが邪魔だぞまあ言うてね、あいつら天使族なんで、打天使リリースできるんですよね。なんだっけ、あいつディザイアとかで、それも、ね、相性いいんですけど。イシュタもオッケー。ちょ、追放、まあさすがにこんだけ引いたら追放引くか。こんだけ引いたら追放引くっていうことでいいですよね。さあ、まあですよね。で階段かなんかかな、まあ、多分階段守、まあ、ってたら親族かもしれないけど、まあ、階段か。オッケー。いや強いな、これ返せんのかな。モンスター効果止められるのめっちゃ辛いんですけど、無人フィールド上のね、まあ言うて、まあ墓地のモンスターとか手札のモンスターの効果使って打点で突破できるんで、悪くはないかなっていう感じですね。相性的にはちょっと階段連発されると結構きついけど、あれだな、スサノオなんか連打効果あったから、あいつで処すればいいか。テスカトリポが来た、はい了解です。さあカード来た。セット、まあ、親族ですかね。まあ、セットするって言ったら、親族か、なんか、ブラフの、なんだっけ、なんだっけ、階段じゃねえや。天使族特殊ができるやつ。あれくらいしかねえもんな。で、まあ、効果無効にされるから、幅切りめっちゃ引いてるんで、まあ、それは結構いいですね。で、一応、オキスもあるんで、多分、この次のターンも死ぬことはないでしょう。とりあえず、ぶん殴りに行くか。さあこれは多分止めてくんじゃないかな。で、おきつ、墓地送った、まあまあまあ、そうだよね。で、どれを送る、テスカトリポか、オッケー、いいだろう。テスカトリポか。で、階段で蘇生か。だから、スサノオで効果発動できないけど、で、バトルフェーズ入って、これ両方殴れるということ、あ、間違えた、あー、やべ、ミスった今これ完全にミスったな。ちょ、ごめんなさい。やべえ、これやべえかもしんない。イシタム殴んなきゃダメだわ、今の。イシタム殴んなきゃダメだわ。ちょ、ほんとにごめん。ちょ、効果無効になってるの忘れた。ごめんなさい。これ結構つらいな。これなんか盤面返されそう。やばいこと起きそう。アバヨなんだ。なるほど。あばよ。いやー、これ完全にミスりましたね。今、向こう殴っときゃ一応効果は発動させられたけど、セップスロー、もうスローネないでしょ、でも。それ。スローネないですよね。スローネも2体いきましたよね、今。言うてもセップスローはできないよね、これね。あれミスったか相手も。プレミガステンかデュアルサーモン、なんでそんな入ってんだよ。ふざけんな、打点してるか。
イシュタム、はい、イシュタム効果を発動して、なんか2ドローしていく。なんか引きでいってんな。なんだ、あ、デザイアか。めんどくせ、クソめんどい。デザイア効果、あ、まあまあそういうことか。はい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 、なるほどね。でも親族言うて今そこに打てないからワンキルできないよね。追放、はい、いいでしょう。生き残る1800と親族ね、1800と2000、1800と2000は大丈夫だ。セット、まあ親族な、これ親族殴ってくる、いいだろう。1800はもらいましょう。2000ももらいましょうか。殴ってくるんだったら、まあ殴ってこないよね。殴っては来ないといったところ。あとは私のこれ親族のコズミックサイクロンは強えな。普通にコズミックサイクロンはシンプルに強えが、いやでも今打ってくることないと思うんだよねこれ。親族はこのアーゲダーンでいいんじゃないかな。まあ今打ってもいいんだけど、まあでも起きつがあるからね、今打ってもよかったか。まあいいや。言うて相手も結構この2200っていう打点結構めんどく、打点じゃねえや、ライフ結構辛いと思うんだよね。いやー、なんか、もうちょっと楽にデュエルしたんだけど、なんかこういうさ、難しいデッキよこすとやめてくれる？実況殺しやめてくれる？で、多分、それは、いいんですよ。もう、それはもういいや。いや、でもどっちにしても、オキツ使うんだったら、オキツ使った方がいいか。オキツ使って、コズ抜いたらディスインドだね。オッケー。で、幅切り捨てる。で、ぶん殴られるのはダメージがゼロになるから別に大丈夫で、特にそれは大丈夫。オッケーで、エンドフェイズ時コズミックサイクロンで親族抜いたったらもう大丈夫だろう。さあ、コズミックサイクロンの効果発動、親族の打点子をぶち抜いたったら、これもう結構辛いと思うけどな。相手残りだけ4枚でしょ。で、打点子はいないと。で、ディスティニードローして、もちろん効いてくるのは武人降臨。さあ、武人降臨を引いてくれ。そして武人降臨の効果発動、除外されている武人と墓地の武人を特殊召喚していく。そして武人モンスター2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、現れろ武人帝スサノオ。そしてスサノオの効果、オーバーレイユートを一つ使い、もちろん持ってくるのは武人ヤマト。そしてヤマトを攻撃表示で召喚、きた、武人マジなめんな。対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方はエド・フェニックス選手、よろしくお願いします。デュエル3倍。まあオキツセットしといたら死なないでしょ。オキツセットで死なない、これね。オキツほんといい仕事するね。あのダメージを抑えてくれるプラスシュトロンベルク、まあ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 、これ、あ、でもダイレクトアタック系だとちょっとめんどくさいか。破壊されないとかないもんな。まあダイヤウルフかなんかでシュトロンベルク処せればいいのか。違うわ、なんだこれ。鉄の騎士ハンス出た。ハンス騎士、ハンス騎士デッキじゃん。珍しいね。ズババジェネラル、はあ、ズババジェネラル、やばい、これクソ猛禽モンスター出てくる、もしかして。これ戦士装備するんだよね、このカードの攻撃で。この効果で装備したモンスターの攻撃力分アップしますっていう効果にって、え、あ、え、